なんかすごいいつにもマジおしゃれだなと。おしゃれっすよね。はは言っててもらったらいいと思います。はい、はは言ってもらったら、はい、興奮してる。そうです。面白い姿だな。あ、いいね。あ、いいね。これ、いいね。あ、いいですね。あ、楽しそう。楽しそうですね。打ち込んでますよ。いや、めちゃくちゃかっこいい。うん、いい。いいね。いや、いいや、いいや。おー、乗ってる、乗ってる。森さん、あのなんかちょっと津田さんに耳打ち的な、はい、何が津田さん、ちょっとなんかスケベな顔が出すぎちゃってるね。クールな顔、はい、やりすぎ注意な顔だけど言うことは言ってくれない。そうですよ。俺あのセラーのライディングしてね。買うんだよ。津田さん、お疲れ様です。あ、お疲れ。めちゃくちゃ かっこいい。なんだ、あのお写真拝見させてもらったんですけど。あ、そう。本当になんか港区にいるような。来ないけど。え、最近こんな仕事ばっかりだな。あ、ほんまですか。女性の方も綺麗でしょ。また YouTube 来てるやん。ことあるごとに来るやんな。いや、クリスタ、また YouTube 見てるやん。一応どの現場にもやっとくよ。ちょっと変わった仕事ずっとやった。東京カレンダーということやったんで。東野さんが好きなやつやん。じじられんやん、これ。よくご覧になられるんですか、東京。いや、見たことない。あの、何回も見たことあるんですよ。めちゃくちゃかっこいいね。かっこいいですよ。そうそうそう。デート中の写真とか撮るやつですね。先ほど編集長が言ってたんですけど、うん、めったに笑わないらしいですよ。え、抱けるかな。はい、それのセラーバージョン。はい、すごいっすね。ちょっと分からず返事してしまいます。セラーバージョン。セラーバージョン。ゆうすけさんは普段こういうお店とか来られるんですか。そうですよね。本当のゆうすけさんは飲み物はいつも何飲みなんですか。最近ですか。コーラとか濃いめのカルピスとか多いですかね。なるほど。カルピスもやっぱ麻痺してきて、最近はもうめちゃくちゃ濃いの飲んでるんですね。かっこいい。入れずに、もうちょっと入ってる。入ってる。入ってすごい、なんかドラマとか出たらしっかりと。香り強そうだな。いい感じ、いい感じ。笑わせに来てるじゃないですか。今。それ。かっこいいですね。
ゆうすけさん特になんか入ってくれるから飛びやすいですね。やっぱ演技に入ると、うん、やりきってくれるんで。なるほど、素敵でした。確かにめちゃくちゃかっこいい、ね、上手ですよね、はい、ちょっとこわもての。そうそうそう、なんか衣装と、はい、多分なんか合わせてくれた感じが上手でしたよ。俳優ですよ。俳優ですね。ええもん見つけたらっていう。ええもん見つけたら、テリカさんもすごい顔を杉寄せに、はいはい。それで。テリカさんありがとうございました。ありがとうございました。で、ツーショット。ちょっと、かっこいいですね。これで行こうかな。漫才とか。漫才これで行きますか。すごい人なんかなみたいな感じで見ますね。なんかその上司と部下みたいな。ああ、なるほど。感じには。こっちの方がよりちょっと、まあ、サングラスもあって、はいはい、全黒なので、はい、ちょっと怪しい。まあそうね、横一でもちょっといいと思う。アーティストですね、これ芸術家。いやいや、もう、そう芸術家いるよね、こういう建築ユニットみたいな。建築家集団、建築界の巨匠みたいで、そうそうそう、いますよね。ねえ、やってる。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいですね。雰囲気が、オーラがすごいですね。オーラありますか。オーラがあります。すごい。手グーで、ちょっとなんかこう、もうこうす、もう指の柱が、ね、ちょっとグーじゃない、ちょっと立体的な感じですね。はい、あ、それでもいいですよ、それでもいいですよ。いきます。かっこいい。これもっといいんだ。編集長的にはダイアンさんの撮影いかがでしたか。いや、もうお二人絶対におしゃれになるなと本当に思っていたので、あのその辺はなんかあんまり僕の中では ああいう感じでかっこよく仕上がるだろうと思ってたので、やっぱりこのお笑いの面はやっぱ本物を見させていただくとやっぱ全然違うなと。そこはそこがすげえなって思いましたね。やっぱありがとうございます。なんかまたお願いします。ありがとうございます。登録者数が100万人いきますように。よし。